今日はアルコール来ないかなと心配してました、アンコールはですねきちんと用意してきております。これもですね、当バンドでは新曲でございます。ですノリノリのナンバーでいきますので、ですね、ぜひちゃんちゃん踊ってください。そのフレーズだけでバレたかもしれません。今何やるかバレたかもしれません。今分かったよ。バレた大丈夫本人が大丈夫って言うと俺は結構矢沢さんが違ってますバレちゃったまあそこでちょっと矢沢さんが今日来られてるんでですね一言矢沢さんからもらいたい俺もいいんだけどさ矢沢はどうかな。ごめんなさいね、中途半端謝っちゃったよ、じゃあそろそろ ありがとうございました。